はい、こんにちは、杉山先生です。先日ですね、タクシーに乗った時に、PayPayでお支払いできますって書いてあったんですね。で、タクシーの現金払いって結構めんどくさくないですか、皆さん。ちょっと待ってね、とか言って、お釣りチャラチャラ探して、こう、1,2,3,4、はい、みたいな感じでね。で、ようやく PayPayが使えるようになったのかと思って、PayPayで払ったんですよね。PayPayってやって、はい、支払い完了したんでこれ確認してくださいって言って画面見せたらですね、タクシーの運転手さんが、はい、ちょっと待ってね。何月何日、いくらいくら、支払い番号が、1234-56。はい、ありがとうね。って言って、なんと手書きで記録してたんですよ、それを。いや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 、そんなことあります？キャッシュレス決済の意味。これね、個人タクシーじゃないんですよ。地元で結構大きなタクシー会社ですよ。おそらくね、この運転手さんは会社に戻った後、この記録した番号を手入力でね、パソコンに入力すると思うんですけど、こんな非効率なことしてるんだと。もうこれって、まあ言ってみれば電子書籍を一回印刷して読んでるみたいなね。そんな無駄だらけの作業をしてるんですよね。でもこれ会社の中で誰もこれに異議を唱える人いなかったのかなって思ったんですよ。こういうことですよね。日本のデジタル化が世界より15年遅れてるって。まあ、とはいうものの、まあ今の話聞いてね、何がおかしいんだろう。手書きで書くよねみたいに思った人も結構いると思うんですよ。まあ、そういう方こそ今日の動画見てほしいです。もう最近ね、話題になった本。アフターデジタルという本があるんですね。このアフターデジタルという本、めちゃめちゃヒットしたんですけど、今回この本の内容を紹介しつつ、私の試験も交えて、デジタル社会がどう変わっていくのかと、どうなっていくのかっていうようなことをお話していきたいと思います。このチャンネルでは、好きを仕事に自分らしく生きるをテーマに、ビジネスや社会システムに関する動画をお送りしています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それから YouTube のサブチャンネル、Twitter、TikTok もやっています。概要欄に URL 貼ってあるので、よかったらそちらから登録お願いします。ということで、まずですね、世界のデジタル事情をざっくり紹介していきたいんです。最初に紹介する国はね、エストニアという国。どこって感じだと思うんですけど、これね、北欧、フィンランドとポーランドの間ぐらいですね。で、人口は130万人ぐらいなので、とても小さな国です。バルト三国と呼ばれる国の一つですね。なんでいきなりエストニアの話なんてするんだっていう感じだと思うんですけど、エストニアはね、実は世界で最も政府の行政手続きの電子化が進んでいる国なんですね。行政手続きはほぼデジタルで行われるそうです。で、また国民みんなにですね、番号が割り振られていて、その個人情報がほぼオープンに開示されているそうなんですよ。どういうことかっていうと、政府のデータベースにアクセスして名前を検索すると、もうその人が所有する不動産、それから資産、納税額など、もうすべてが公開されてるらしいんですよ。もう日本では考えられないですよね。こんなプライベートな情報を丸々公開してるなんてね。なんでこういうことをしてるかというとですね、これによって犯罪行為が防げると。脱税行為とか不正行為を防ぐことができるっていう考え方ですね。で、日本は個人情報を提供することはリスクだと考えている人が多いので、こういうことをとても嫌がるんですけど、国民が個人情報を提供するというのは、まあ、国民全体のメリットになる面もあるということですね。まあ、その両面を見ていくのが大事だよということです。続いてスウェーデン。スウェーデンはですね、もうこれ、陰謀論が好きな人の間では、まあ、悪名名高い国かもしれません。マイクロチップが、国民に埋め込まれている国です。マイクロチップって何かというと、親指と人差し指のこの間ですね、ここに、まあ、注射器で、小さなマイクロチップというものを埋め込んで、そこにデジタル情報が入ってるんですね。なのでこれをピッとかざすと、それだけでキャッシュレス決済ができたりですね、移動データとかもこの中に保管されてるんです。で、スウェーデンではもうスマホでピッとモバイル決済やるよりも、もうさらに進んだこのキャッシュレス決済、マイクロチップによるピッが当たり前になっているということなんですね。最後は
中国。この本の著者の藤井さんという方は中国在住で、めちゃめちゃ中国の IT 事情に詳しい方なんですね。で、この本も多くは中国の IT 事情について書かれています。で、中国はインターネット人口が8億人。そのうち 97% がスマホを使っていると。そのうち 98% がモバイル決済を利用していると。もう凄まじいデジタル大国ですね。まあ、例えば、現金で買い物しようと思っても、お店にお釣りがないとか、人々が財布を持ち歩いてないとか、挙句の果てにはホームレスも QR 決済でお金を恵んでもらうとかね、神社にお賽銭箱がなくて QR 決済のコードが貼ってあるとか、そんな状況らしいんですよ。それに対して日本はどうかというと、キャッシュレス比率がですね、約 20%。2019年の段階で 20% です。まあ日本の現状については後半でまたお伝えしたいと思います。さて、そういう状況が進んでくると、社会がどう変わっていくか。もうですね、いつでもオンラインでつながっているのが当たり前という状況になってきます。オフラインなんて存在しないと。で、例えば朝起きて SNS をチェックしてネットでニュースを見てシェアリング自転車で通勤する。シェアリング自転車については後ほど説明します。もちろんシェアリング自転車の決済はモバイル決済だし、その利用データはすべてデジタルで保管されます。街にはセンサーとか監視カメラがもう何億台も付けられていて、映像はすべてデータとして保管されると。で、買い物も基本モバイル決済、現金は持ち歩かない。デジタル決済なので、いつどこで誰が何を買ったかっていうのがすべてデータとして残ります。お小遣いをあげるとか割り勘するとか、そういう個人間のお金のやり取りですらもすべてモバイル決済、注文も基本オンライン、商品はデリバリーで届けてもらうか、まあお店に取りに行くとしても、もうその時にはすでに注文も決済も済んでいて、はいと受け取るだけみたいなね。買い物についてももうそんな感じですね。人とのやり取りも基本オンライン、仕事が終わったらまたシェアリング自転車で帰ってオンライン上の友達とチャットやゲームを楽しむ。睡眠時間や体温、そして心拍数や歩数も Apple Watch みたいなね、ウェアラブル端末で全てデータとして保管されているよと。もう中国やその他のデジタル先進国ではすでにそういう状況になっています。これについて怖いとかそんなの嫌だっていう人もいるんですけど、もう日本も絶対なります。それは携帯電話が出始めた頃ですね。そんな携帯なんて持たないよ。だってそんな四六時中電話かかってきたら困るじゃんとかっていうおじさんとかおばさん結構いたじゃないですか。で、なかなか持たないみたいなね。でも結局みんなが持つようになって最後の方で持ち始めるとかね。世界中がもうこういう風に変化してきているので、もう絶対日本も変化するんですよ。なのでこれね、恐れて、いやだそんなの私は無理だよとか言わないで、むしろね、楽しみながら積極的にこの変化に適応していった方が生産的ですね。このようにオフライン状態がなくなって常にオンラインになっているような状態のことを、この本では、まあ、タイトルにもなってるんですけど、アフターデジタルと呼んでいます。アフターデジタルの世界観をいかに具体的にイメージできるか、それがこれからの社会で企業とか個人が生き残っていける鍵になるということなんですね。そこを見誤るとビジネスも人生もうまくいかないよと。例えば、今までの社会はリアルがあってデジタルがあるという社会でした。これをビフォアデジタルとこの本の中では呼んでいます。それに対してこれからの社会は基本もデジタルで全部つながってると。その中にたまにリアルがある、こういう社会に変化していきます。これがアフターデジタルの考え方です。多くの日本人は、まあ、リアルが基本にあってデジタルがある、まあ、それがもうすごいことになるみたいなね、そんなイメージをしてると思うんですけど、そうじゃなくて基本全部がデジタル、オンラインになって、その中にリアルが時々ある、そういう風なイメージなんですね。日本企業がデジタル化を進めようとするとき、多くの人は今リアルであるシステムをどうやってオンライン化していこうかなとか、今までリアルで売ってきたものをどうやってオンラインで売ろうかなっていうふうに考えてしまうそうです。これはビフォアデジタルの価値観なんですね。オンライン化、デジタル化しているようで、あまり社会の未来像からちょっとかけ離れている。そうじゃなくて、オフラインの状態がなくなって、すべてオンライン、オンラインありきが普通になる。で、その中にリアルがあるよと。そういうふうに変わっていくんだよというふうにこの本の中では言っています。その一つの例として、アリババが手掛けるスーパーマーケット、フーマーの例が紹介しています。アリババというのは、まあ簡単に言うと中国版アマゾンみたいなものだと思ってください。
ください。何も知らずにねフーマーに行くと、まあ、ちょっと凄めの大型スーパーみたいな感じに見えると思いますが、これがもうねちょっとどころじゃなくすごいんですね。スーパーの店員さんがね普通のスーパーよりもたくさんいるらしいんですけど、みんな手にデジタル端末、タブレット端末を持ってるんですね。で、日本人からしたらこれだけでもうわー進んでる、みんなデジタル端末持ってるなんてって思いますよね。でもそんなのはすごくもなんともない、すごいのはここからなんですよ。そのデジタル端末にはひっきりなしにオンラインで注文が入ってくるんですね。で、店員さんはその注文が入った品を、探してピッとバーコードで読み取って、それをバッグに入れていくと、次から次で、そのバッグを壁に備え付けられているフックにハイッと引っ掛ける。そうするとそのフックがウィーンと動いて天井まで上がって、そのままベルトコンベアでお店の裏にある配送センターまで運ばれていくと。で、その配送センターにはたくさんのトラックが止まっていて、次々に送られてくる商品をもう積み込んで、ガーッともうどんどん出発していくと。なんとですね、注文してから30分以内にこれが届けられるということなんですね。もう圧巻ですよね。近未来。ちなみに、このサービスを利用する人の多くはね、一度はこのスーパーに実際に足を運んで訪れて自分の目で見るそうです。なんでかっていうと、これね、もちろん目で見て楽しい、こんなね、ウィーンつって、バッグがね、運ばれていくの見るの楽しいですよね。目で見て楽しいっていうのもあるんですけど、実際にね、こう、目で新鮮な魚、新鮮な野菜が並んでいるのを見て、いや、これだったら安心だ、これだったらもうフーマー利用するわ、これから。っていう風になって、利用者が増えていくそうなんですね。これ中国って食の安全に不信感を持ってる人も多い。実際にねちょっと前まではいろんなね食の問題があったじゃないですか。で、まあ中国に限らずなんですけど、もともとねこの生鮮食品とオンラインショッピングってとっても相性が悪いんですね。どんなものが届くかとかね、本当に新鮮なのかとかちょっと心配じゃないですか。でもフーマーはそれを逆手にとってこんな見事なシステムを作り出しているよと。フーマーのすごいところはですね、今までオフラインで売っていたものをオンラインで売るっていうものじゃなくて、オンラインとリアル店舗と倉庫と配送センターがもう見事に融合しているシステムを作っているということなんですね。もうここからはオンラインで、ここからはオフラインとか境目がないですよね。オンラインでも絶えずつながりつつ、リアルで時々様子を見に行ったり、リアルの配送システムで届けられる。もうこれがアフターデジタルっていうことなんですね。このアフターデジタルの世界ね、まあ私にはまだまだ関係ないわって思う人も多いかもしれませんが、先ほども言ったように日本も必ず変わっていきます。そして日本にも着実にね、その、アフターデジタルの世界が迫ってきています。その一つがシェアリング自転車ですね。これドコモとかね、ソフトバンクとかがもう手掛けています。で、私ね、この本を読むまでは実際、そのシェアリング自転車って名前は聞いたことある程度だったんですね。あんまり詳しく知らなかった。で、この本を読んで、いや、そんなシステムがあるんだ、すごいなと思ってたんですよ。中国では自転車屋さんが潰れちゃうぐらいの勢いで、かなり多くの人がこのシェアリング自転車っていうのを使っていると。なんですごいかっていうと、シェアリング自転車ってね、こう、移動情報がデジタル化されるんですよ。この人が、毎日ここからここまで移動しているとかね、毎日何時にここに行くとかね、そういうのは全部デジタル化されるんですね。で、それが分かると、まあ、例えばですけど、まあ、楽天がこのシェアリング自転車のサービスをやるとするじゃないですか。そうしたら、楽天のその利用者の誰々さんはいつどこにどこからどこまで移動している、この人の行動圏内はだいたいこれくらいで、たまにこういうところに旅行に行ったりするんだなっていうのが全部把握できちゃうんですね。で、このパターンが分かると、この人にどういうタイミングで、どの商品、どのサービスを提案すると、おおよそ何パーセントの確率で売れますよっていうのが分かっちゃうんですよ。これもちろん人間が考えてるわけじゃなくて、AI がもう判別するんですね。で、これによって、企業のオンラインビジネスがめちゃめちゃ加速するっていうことなんですよ。だって、あれ欲しいなと思っていた頃に、向こうから提案してきてくれるんですよ。まあ、そんなシステム、の鍵になるのが、まあ、キャッシュレス決済とかね、シェアリング自転車だっていうことを知って、いや、すごいなと思ってたんですよ。そしたらですね、この前、美容院に行った時に、私、髪を切ってもらってるのね、10年前に教えた生徒に切ってもらってるんですよ。で、その時にですね、まあ、髪切りながらいろいろ話すんですけど、急にこう言われたんですよ。先生、シェアリング自転車って知ってますかって。あれね、最近めっちゃ便利ですよ。もうね、よく使ってるんですよ。って向こうからいきなり言ってきたんですね。で、私からシェアリング自転車の話題一言も出してないのに、
しかも静岡みたいな田舎でですよ。そんな静岡みたいな田舎でも話題になるぐらい、もう若者の間では結構普通に使われ始めているということなんですね。いや、日本も結構アフターデジタルの世界に近づきつつあるんだなと、そこで実感しました。他にもですね、皆さんちょっと前までだったら、リアルで会ったことがない人とオンラインで友達になるなんてもう信じられないみたいなね。もう怖いそんなのみたいな感じだったじゃないですか。リアルで会ったことない人とオンライン上だけで仕事をやり取りするとか、考えられなかったですよね。でも今はそれが当たり前になってきてると。もうそんなところでも日本にね、今どん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 こうアフターデジタルの世界が近づいてきているよということなんですね。まあただそれを阻んでいる大きな原因の一つがキャッシュレス決済ですね。で、キャッシュレス決済はまあ先ほども言ったんですけど、日本では 20% ぐらいしか普及してないよと。それに対して中国は2015年の時点で 60% 超えてる。もうこれがね、壊滅的な差なんですよ。ちょっと今日はね、長くなっちゃったんであんまり言えないんですけど、このキャッシュレス決済っていうのがこれからの社会の一番大切なものなんですね。ビッグデータ ×AI がこれからの社会を作っていくって言われてるんですけど、そのビッグデータの一番鍵になるのがキャッシュレス決済なんですよ。で、それが日本ではなんか、もういろんなね、サービスが乱立しちゃってて、もういまいち使いにくい。お店側からしても、消費者側からしてもいまいち使いにくい。そんな状況になっちゃってるんですね。だから、まあ日本は世界から15年もデジタル化が遅れていると言われてしまっているんですね。日本人はね、この事実を本当に重く受け止めるべきだと思います。その上で、今後の戦略を考えていく。間違ってもね、日本は先進国だとかね、中国は汚い後進国だなんていう視点から考えたら、もう本当に出遅れちゃいます。ということで、今回はアフターデジタルをテーマに動画をお送りしました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。